ウンター・シュバー人間、ウンター・シュバー人間、標準、アレマン語、は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述するで、英賓園に本部を置く、ヘッセルベルク行政共同体の一員である。ウンター・シュバー人間は、軍船ハウゼンとバッサート・リューディンゲンの間、アルトミュール側の渓谷とベルニッツ側の渓谷の、 間に位置する。長域内にあるアルトミュール湖から約1 2トルの距離にある電粘道アー湖はフランケン湖水地方に属す。町の背景にはヘッセルベルク山のふもとである。住民の大部分はアレマン語の一方ことである。シュバーベン語を言語とするアレマン人が多い。アレマン諸語の最北端に属する。この町は公式には4つの地区からなる。 これらはいずれも、小集落や、孤立農場ではなく、集落を形成している。西暦260年頃、西ゲルマン民族の一つであるアレマン族が、ーメス周辺地域の覇権を、ローマ人から奪取し、シュバーベン、ドイチュ、シュバイツァー、アルザスに分割した。この時代に、おそらくウンター・シュバー人間の一部も創設されたと、考えられる。また、地名の末尾のイングエン、も、 この時代に遡る。地名は、しかし、紋章にあるような白鳥とは、関係がない。これはおそらく、フランケン地方の騎士一門の子祖である、スウィーノに由来するようだ。920年のアレーマンの記録には、この地域の地名として、シュバイニンガという名が記録されている。別の1053年の記録は、ヘインリクシュバイニンガが、その一門に水木とウンターシュ芝ン人間をもたらしたと、 伝えている。この一門の所領であった1388年に、最初のウンターシュバー人間の教会が、アイヒシュテット司教によって建造されている。貴族家のシュバイニング家は1455年に、ハンスフォンシュ芝イ人間が亡くなり断絶した。しかし、それ以前の1429年、すでに、コンラートフォンシュ芝イ人間は、ウンターシュバー人間の辞書義兄弟にあたる。 コンラートフォン・ホルツィンゲンに売却していた。その後の数十年間、この土地の領主は点々と変わった。1487年にジグムントフォン・ホルツィンゲンは、この騎士領を娘婿のハンスフォン・グンドルズハイムに売却し、1511年には霊園としてアンスバッハ編教博に移された。ここで初めてアンスバッハ編教博がウンターシュバー人間の地と関わることとなった。 1517年には騎士のエルンスト・フォン・レヒ・エンベルクが白と火材を所有していた。1543年にウンター・シュバー人間に宗教改革がもたらされ、村自体がプロテスタントの信仰に改修された。1583年には最後の所有者であったコンラート・フォン・レヒ・エンベルクがこのないまま亡くなり、この騎士領は再び領土霊へに戻された。 ウンター・シュバー人間は、再び辺境博、ゲオルク・フリードリヒの直接管理区域に編入され、この時にもたらされた権利の証が、現在も町の紋章に残されている。辺境博、ヨアヒム・エルンストの知性化、1603年に、辺境博帰化の大佐で、数ツコ門館であった、ヨハン・フィリップ・フックス・フォンビムバッハは、ウンター・シュバー人間の霊園に関する全権を、委任された。 彼は老朽化した、みすぼらしい全近代的な水城を取り壊した。この新しい領主は裕福で、建築家、ブラジウス・ベルバルト・デア・ユンガーに、同じ場所に新しい城を建設するよう命じた。堅固な防衛施設を有する城は1620年に完成し、所有者を喜ばせたが、ヨハン・フィリップ・フックス・フォン・ビムバッハ自身は別のプランを持ってた。彼は、 当時ドイツ全土を巻き込んでいた三十年戦争に、デンマークをクリスチャン四世の軍として参戦したのだった。この配信行為に皇帝フェルギナント二世は彼を帝国から追放し、利権を取り上げた。1626年8月デンマーク軍は、ルッターアーム・バーレンベルゲ近郊で、ティリーハクの軍勢と改戦し、ルッターの戦い、大敗を喫した。 ヨハン・フィリップ・フックス・フォン・ビムバッハは、この戦いで、1626年8月27日に、デンマークの将として亡くなった。国外追放者の報道は、皇帝のもとに返したが、その城と火災は、カトリック信者であった父親の、ハンスカール・フォン・ビムバッハに託された。こうして1628年、村の宗教は再びカトリックに戻された。しかし、 それも長続きはしなかった。経済的な理由から、彼は、ウンター・シュバー人間を、アンスバッハ編教博に売却した。1634年、ネルトリンゲンの戦いの後、スウェーデン軍がウンター・シュバー人間を襲撃した。カトリックの司祭、教師、教区民は追放され、すべての教区等規模が燃やされて、町は略奪されてしまった。スウェーデン軍が去った後、無傷で、 残されたのは、城の傍らにある4軒の家だけであった。この事件の後、わずかな間に、プロテスタントの信仰が、改めて導入された。その後、長い間、ウンターシュバー人間は停滞したままであった。1712年返教博費、クリスティアーネ・シャルロッテが、アンスバッハ宮廷の四次となる、カール・ビルヘルム・フリードリヒ出産したことが、 この停滞を打ち破る契機となった。この出産を喜んだ返境博は妻に上官を送った。ところがそれは時代遅れで窮屈で飾り気のない上官であった。とりわけその頃流行していた洒落た庭園を描いていた。彼女は建築家カール・フリードリヒ・ホン・ツオヒャに改築の指揮を任せた。新しい上官は1719年頃に完成した。 九条間の西側に多くの翼頭を持つフランスフールネサンス様式の建築群として建設され、主に食料庫として用いられた。1729年5月、彼女の一人息子カール・ビルヘルム・フリードリヒは17歳で、二つ、年下のフリーデリケ・ルイーゼ・ォンプロイセンと結婚した。彼女は、後に、兵隊王とあだ名されるフリードリヒ・ビルヘルム一世の娘として、 ベルリンで生まれた。1733年4月8日、フリーデリケル・イーゼが、カール・フリードリヒ・アウグストを出産すると、その翌日には、ウンター・シュバー人間に移された。行動力に富み、芸術通の彼女は、殺風景だった上官に豪舎なロココ装飾を施した。さらに彼女は、フランス式庭園をモデルに、南東部に遊歩庭園や公園を整備した。このにも彼女は、 芸術的な水路を築いた。大きな子を描く橋から約1キロメートル、庭園に隣接して築かれた。南東の橋には小さな池が掘られたが、その池の真ん中にはガラスのあずま屋を持つ小さな島が設けられていた。1734年、傲慢で残忍な辺境博は、このため彼は野蛮な辺境博と、 あだなされた、市民階級出身のエリーザベト・ビューン氏と左手結婚、身分違いの結婚のことした。やがて、この結婚から四人の子供が生まれた。これにより、エリーザベト・ビューン氏は、軍船ハウゼンのバルト地区に所領を持つ、ファルケンハウゼン男爵家の子孫となったのである。百三十七年五月八日に、フリーデリケル・イーゼの息子が亡くなると、境とその宮廷は、 彼女の罪であるとして、ゼッケンドルフ元帥の指揮下、彼女を、ウンターシュバー人間に追放した。だが、彼女の願いにより、村の老朽化した、礼拝堂に代わって、新しい教会が作られることとなった。村で最も高い地点であるその場所は教会を建てるに、ふさわしい場所であった。1738年9月に基礎が築かれた。建築家。 レオポルドレッティによる建設は急ピッチで進められた。1739年には早くも、教会の振動が完成したが、塔の工事は遅れた。このため、剣道式は1743年5月9日に取り行われた。バロック様式の牧師館は、1753年に完成した。この頃、1757年、偏境博がなくなったが、 フリーデリケル・イーゼは1784年2月4日に肺炎で亡くなるまでウンターシュバー人間で暮らした。この城が女上手なしでいる時期はそう長くはなかった。同じ年の6月に最後の辺境白クリスティアン、フリードリヒカール・アレクサンダーは妻のフリーデリカ・カロリーナにこの城と土地を食った。病気になった偏境白日は 1791年2月18日に55歳で亡くなった。偏境博は愛人であるエリーザベト・クラーフェンとイギリスに移住する前に、ウンター・シュバー人間の辞書をいとこにあたるプロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム三世に売却した。城のホールは使われずに放置された。フリーデリケル・イーゼが収集した大規模な図書館はエアランゲン・ニュルンベルク大学に移管された。 この他の価値ある文物は、アンスバッハのレジデンツに移された。残されたものは、盗難されたり、廃棄されたりした。だが、その後この城はもう一度、短い期間ではあったが、危険の住人を受け入れた。1795年、アレクルーフランス革命の紛争を逃れた63人の亡命者がこの地を訪れたのだ。1801年のリュネビルの和訳がこの地にも、 平安をもたらした。1802年には亡命者たちは故郷へ戻っていった。1806年、フランケン及びプロイセンの全支配領域が新たに成立したバイエルン王国に編入された。王国が城の維持保全を拒んだため、1807年には森、公園及び城を除く公有地が競売にかけられた。しかし、これでは経費をまかないきれず、 1811年に残りの建物も売却されることとなった。新たな所有者となったアンスバッハの初期間ビルトマンは舞踏会場と屋櫓を結ぶ馬蹄系の回廊を取り壊した。四つの屋櫓は居住に適していたため破壊を免れた。見事だった公園施設は荒れ放題の草地や野原になり果て、水路は近隣の水車のための貯水槽として利用された。 付属建造物は、後に、ビール醸造所、学校、幼稚園、役所に利用された。ウンターシュバー人間の町議会は、町長を除いて、八議席からなる。図柄、銀と黒の市松模様を背景に、赤いくちばしや足を持つ、羽を広げた銀色の白鳥が、ゆったりと歩く姿が大きく描かれている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。